福岡ソフトバンクホークス対福岡9番バッター村本、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。打ちました。ショートが取る。ツーアウトになりました。さあこの9番で追加点のランナーを一塁に置いています。バッターは大野。まあバンとか少なくともランナーを進めるようなバッティングが求められるでしょうね。なるほど、そうですか。切れていきます。ファウル。3球目打ちました。この当たりはどうか。ツーアウトランナー一塁と変わります。さあこの終盤にノーアウトでの同点のランナーを背負います。バッターボックスには今江、まあ、1点を取りに行く場面ですから送るんじゃないですか。変化球打った。セカンドの右、二塁フォースアウト。アウト。ダブル。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。